前のその企画を見てくれた方だと、まあ、バウンディやるんだなっていう感じだったと思うんですが、ちょっとうちのボーカルのソピエンスさんがですね 喉壊しまして。新年早 々そうなんですよ。あんまりちょっとね、明けましてじゃない感じの喉してるん喉で、開けませんでし明けませんでしたんで、今日ちょっと本当急遽ね、た。企画を変えようということで、どんな感じにするんですか？ちょっとね、振り返り動画とかでもね、コラボ増やしましょうよという話をしていたと思うんで、コラボを募集するなんかトレーラーみたいなのを一緒に作らないかということいとうに。話をですね、さっきしてもらったんですが、僕さっぱりわかんないんで、ちょっとね、今一度説明しがてらやりたいなって感そうじだかね。なんか映画の予告編みたいな感じでいいと思うのよ。てかな。まあ最終さ、すげえ言い方すればさ、画像1枚でいいわけじゃん、コラボ募集なんて。募集例えみたいばそのツイッターとかで、週1で流すものがさ、画像だっていいわけじゃん、かっこよかったら。それを、動画にするだけだから、15秒でもいいし30秒でもいいし、長すぎなければいいと思うのね。その動画はさ、例えば今こうやって回ってるこれを使ったりとか、そういうこと？だからこういうのも使っていいと思うけど、どっちかというとこれはもう制作風景だから、こっちで使うのはスマホで撮ろうかなと思ってる。なんかシーンを使なうるほとどしね。たら、例えばなんかカタカタカそうタ会って話感シーじンで入すれね。る、もし入れるとしてもこれでもうやっちゃってでもいいかなとは思ってる。なるほどね。で、なんか一応杉田に送ったけど、イメージ的にはもう映画とかのそのトレーラーレベル、ちょっと気になるなぐらいの感じでいいかなと思ってて。だから多分こうこうこうで、こうこうこうだからコラボ募集しますっていう話だと思うのよ、動画の流れ的には。それかコラボ募集します、どんどんどん、どんなメリットがある、でみんな来いでもいいしとかの、まずは構成を決めてからかなっていう感じ。サピの普段の仕事に近いだノリからですね。今日は音楽好きというよりは ガチな映像ディレクターと映し像ディレクてターとして来ましじゃあた、今今日はもう名前が違うかもしれない。日は 映像ディレクターになった いやめんでどもくいいんせじゃない。なんか音楽も知れるし映像のことも知れるっそうていだうね、さね。珍しい回だね。逆に俺すごいそっち興味あるもん。どういう感じで組み立てていくのかとか。なんかね、いろいろいるのよ、タイプがいて。要はデントマとかでもそうじゃん。最初のさ、どうやって撮影するとかさ、どういう構成にしていくとかさ、オープニングこういうふうにするとかも、一個一個本当は構成書いたりする人もいるし、でも俺結構ノリでやっちゃうタイプなのよ。もう一旦手を動かしてみ作って、て出してどうですかみたいな。自分主導の場合はね。で、自分がやる番組とかの場合はもう自分で作ってみて、自分で気に入るか気に入らないか見てみたいななるほどね。感じが多いけど、2人で同時に作るんだったら、多分その構成みたいなものをちょっと書いた方がいいと思う、ある程度。例えば、カット割り的に言うと3秒から5秒ぐらいでワンカットと考えればいいのね、なんとなく。カットって言い方したらあれだな、一言。じゃあコラボ募集しますっていう文字を入れるとしたら、3秒いるよねとか、読むためにね。あと声もあるかもしれないし。コラボ募集します。だから TikTok 文化で言うとめっちゃ短くてもいいね。だけど通常の、カット割りで言うと3秒ぐらいいるんだけど、だから15秒にするんだったら最大5カットぐらいみたいな考え方。そうね。ボンみたいなのが、5個あって、それが3秒3秒3秒で、最終みたいなね。っていう考え方でやっていくんだけど、だから最初はこの場合は何を言われたらコラボしたくなるかっていうとこから考えた方がいいと。やっぱり、デントマのいいとこって何だろうっていう話になってくるわけ。もう何があってもその日で完結する。もうその日自分がそこの場所に行けば一曲ができる。確かに。あとは、でもさっきの話と重複するけどさ、ある程度どんなジャンルでもやれるわけじゃん。で、
未経験でも OK バイトかバイトやんそれ。え、でもさ、こうやって言われるとさ、うん、なんか自分が何かできないとって思う。そうそう、だからいや音楽やってない人の方が面白いかもねっていうのは、うん、あのなんかでもう最近あんまカラオケ行ってない人とか、なんか歌いたいけどなみたいな人とかね、うん、歌いたいだけでも、うん、OK、 歌えなくても OK、 なんならいやだってジングルのパターンもあるじゃん。そうだね。だし、あ、だからなんていうか、あのすごいあなたの歌もうまく聴かせれるし、うん、でパッケージ化というかちゃんと音源として残るし、まああとだから本当結婚式とかでさ、うん、あのなんかオリジナル曲作る、これも仕事みたいな話になってるけどさ、うん、そういう人、まあちゃんと活動しててね、うんうん、ちゃんと YouTube とかで活動してる人になっちゃうけど、あ、まあね、そうだよね、それこれ一般人に、ただの一般人になっちゃってるけどね一般人をさ、いや、 めっちゃめっちゃ有名風にコラボするの俺らが有名になったらやりたいよねそこら辺のおばちゃんとか来て、そうそうそう孫に向けて歌いたいですなあ、まあ、めちゃくちゃおもろいやん、うん、結構ね、うん、今ね、いい感じの流れのではあんだよね、うん、だって普通にさ、うん、それっぽく読むよ、うん、あなたの一日で曲ができます、何があっても一日完結、どんなジャンルでも対応可能、音楽経験者はもちろん歌いたいだけでも OK、 新しい体験ができちゃうかも、ダツ、おお、いいね、いいね、ほら、まあまあぽい、うん、で、まあ、最後ジングル自分の曲、うん、何でも OK、うん、詳しくはツイートを見てねみたいな、はいはいはい、詳しくは URL をクリックみたいなのでもいいし、うん、あ、雰囲気どうする、どっちがいいと思う、あのめっちゃさ、うん、イケイケな感じ、めっちゃかっこいいっていう方向にするか、一応あの今のデントマのオープニングとかってさ、結構さ、そのしっとりっていうかちょっとノスタルジーな感じじゃん、うんうん、あっち系にするか。ちなみにさっき見たアートリストはそれで言うとどっちに、うん、めっちゃかっこいい方、 あれはかっこいい方か、うん、多分ノスタルジー系だと、うん、あの例えばよ、うん、うんと玄関入ってくる足元取ったりとか、あー、はい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 、映画っぽい、映画、本当に映画っぽい、こうシネスコ入れてとか、うん、そういう感じにはなると思うから、で色味もちょっと汗せた感じにして、シネスコってあのなんか上下の黒ね、はい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 、うわー、なんか映像すごいね、なんか全然知らない世界だからシネスコっていうらしいですよ、このこれシネマスコープねそうか、まあそうだ、どっちにもいける、なんか本当に CM にするんだったら超かっこいい方が CM っぽく見えるけど、うんうん、その今までのオープニングとかの雰囲気を踏襲するんだったら多分ちょっとしっとりめ、なんかでも玄関入ってきてさ、で荷物を俺がこのギターにジャックとか挿したりして、うん、それもアップで撮ったり、あ、そうそう、そういうやつ、そういうやつだったら多分、うん、まあなんか想像しやすいけどね、うん、でもなんかさっきみたいなかっこいいのもちょっと面白そうだよな、そのなんかかきたてる、湧きたてる感じ、やる気を、その見てる人のね、おお、30秒ちょいぐらいだな、 OK、 全然、まあまあまあ一旦この辺で聞かせといた方が良さそうだな、ちょっとあの、うん、一応形はできましたんで、まあ聞こえてたかもしれんけどね、いや、めちゃくちゃうっすらね、あ、ほんと、まあ前半部分は全然まだなんかなんとなくな感じね、意外と、どうぞ、はい、ちょっとこういうのやってます。
ず。めちゃかっこいいやんです。一応いろんな楽器入ってたでしょ途中から、うん、うおちょっと見るじゃあ、うん、見れる範囲で、うん、まあ、一旦仮でね、うん、これ入れたんだけどさっきの。おお、はいはいはい、まあ、ちょっと重いけど、こっからくっそ重い。ちゃんとあの締めなんです、シネマスコープ、シネスコ、うん、めちゃくちゃな重さですね。やっぱこんな感じになっちゃうんだよね、動画は。これで4分の1 DM プレイ待ってます。すごっ、そんなんできんのこの4時間半ぐらいで。めちゃくちゃ疲れた。すごっ、そんなんできんの。これほら見て、テレビの中全部本当だ、俺らの映像になってる。いやこれ、これコンテンツにしたらコンテンツなんだよ、広告なんだよ俺らの。すごいね、ごちゃごちゃしててよくない、いろんなのあって。うん、なんか俺あの今久しぶりにその決め台詞的なさ、うん、あなたの一日が音楽になりますを見たら、うん、なんか俺一瞬違う意味で捉えちゃった。あのあなたの一日が音楽曲になりますが、うん、あなたの今日一日を曲にしますみたいな感じに一瞬捉えちゃって。確かに。だからやっぱり なんて書くここ。いやだから、あなたの一日を貸してください的な感じで、その後にさあの絶対に一日で完結しますみたいなこと書いてあったじゃん、うん、なんかだからそっちの方がパッと意味が、なるほど、ね、多分一瞬で出てくるからさ、一瞬で意味を理解しなきゃいけないじゃん、うん、そっちの方がいいのかなとは。なるほどなこれだとなんか朝起きて寝るまでを曲にするような。めっちゃわかる。でも他の言葉にしたいな。なんかあのなんつうの、一日貸してくださいだけだと、うん、曲のことになります系が何もないから、この他のメッセージに、うんうん、なんかここぐらいじゃん。だからなんか曲作ります的な、うん、1日であなたの曲ができますとか。まあね、うん、まあでもあなたの1日が曲になりますっつって、うん、そういう依頼が来てもいいけどね。ああそういうことね。逆説的に言ったらだって、はじめ社長の1日を曲にしてみたとかだったらバズりそうじゃん。確かにとかでコラボみたいにやってくれるならいいけど、うん、どうしよう、なんかないか、あなたの一日がっていうのが多分なんかあれなんだよね、そういう意味で捉えやすい。まあ指摘ではあるけどね、すごく。がだからダメだ。で、あなたの一日で、あなたの一日で何をもらうの。で俺出てるし、次からで。ああそういうことね。だからあ俺が演者で取り